さな1。この時間はアニソンシンガーの鈴木好美ちゃんです。現在放送中のテレビアニメ日暮らしの泣く頃に卒のエンディングテーマを担当している好美。その他にもノーゲームノーライフやリゼロから始まる異世界生活など数多くのアニメ主題歌を担当していますが、このアニメティックナイトには久々にコメントでの登場です。だってアニナイには4回もゲストで来てくれてるでしょ。さらにコメントで1回来てくれて、私がねちょっと体調崩してて出れないってことで、まあ、その補佐で2回来てもらって、でピンチヒッターで1回来てもらっているので、もう回数で言うと4、5、6、7、8、8回出てくれてんのもう準レギュラーでいいよこのみんでもね、そんなこのみんもこうやってね、コメントでっていうのもすべさだし、そもそもアニナイに来てくれるのも久しぶりだからすっごい嬉しい。いや本当にアニ様のステージかっこよかったよ。レーザー水霊のレイチェルさんとのアブソリュートソウルぶち上がりました。じゃあ早速コナミンからのコメント聞いていきましょう。どうぞ。アニメティックナイトをお聞きの皆さん、あさかちゃんこんばんは。鈴木コナミです。あさかちゃん、なんで呼んでくれないんですかいや一時期はね、あの番組最多出演ですよっていう風にあの行くために言っていただいてたんですけども、なんと今回は急に約2年ぶりの登場になるっていうすごい間が空いちゃってね。でも本当あの今回はね出演させていただいてありがとうございます。あの私のスズフェスの方にもあさかちゃん以前出演させていただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。ここで早速パーソナリティのあさかちゃんから質問をいただいているので読みたいと思います。コナミンこんばんは。こんばんは。私たちといえばお互い日暮らしの泣く頃にの主題歌を担当しているけども、コナミンの推しキャンは誰ですか。私はリカちゃんが好きなのです。ニパー。あー確かにこれはもうかわいいかわいいなのですですね。確かに、うわあ悩みますね。確かにリカちゃんもすごく可愛いんですけど、私の推しキャラは鉄平なんですよねあのこれ結構冗談じゃなくて、あのすごい里子がねこう最近どんどんこう名女優化してきて、すっごいこう嫌なことをいっぱいしでかしているんだけども、そこであのすごい唯一改心してどん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 綺麗になっていってる鉄平が唯一の救いのように思えて、なんかね鉄平が出てくるためになんかちょっとね安らぐんですよね気持ちが。なので最近の私の推しキャラは鉄平です。はい、そんな私鈴木好美ですが、8月25日にニューシングミッシングプロミスをリリースいたしました。ありがとうございます。こちら、放送中のテレビアニメ日暮らしの泣く頃に卒のエンディングテーマにもなっております。今回はあのエンディングテーマということで、私にしては珍しいミドルバラードのテンポ感になっているんですけど、すごく純度の高くこう美しくて、でもなんかどこか不穏でっていう、すごくこうバランスが絶妙な一曲になったんじゃないかなと思っています。愛情と約束をテーマに歌わせていただいたんですけども、まあ、里子ちゃんもこう今すっごいいろんな惨劇をね引き起こしちゃってはいるんですけど、でも元を正せばこうリカちゃんに対してすごく愛情があったものが、こういろんな環境だったりいろんな人の言葉だったりそういうものでどんどんねじれていってしまったわけで、もう私はこう大元になっているその里子のリカちゃんに対する愛情というものを歌えたらなと思って、こう丁寧に歌わせていただきました。YouTube の方でミュージックビデオフルサイズ公開中ですので、ぜひご覧ください。そしてライブの開催も決定しております。鈴木好美プレミアムアコースティックライブ2021、10月2日ビルボードライブ大阪、11月6日にビルボードライブ横浜、1日2回公演で行います。こちらチケット情報などは私のツイッターやホームページチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、あさかちゃん今日本当にありがとうございました。今回はコメントになりましたが、ぜひまたスタジオに伺ってですね、あさかちゃんと顔を合わせていろいろ楽しくお話できたらなと思っております。またよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は鈴木好美でした。バイバーイ。鈴木好美ちゃんありがとうございました。ごめんね、声
はかけてたんだけどね、なかなかスケジュールが合わずでも一時期は本当にすごかったよ。で今でもサイト出演だから安心して、うん、コメントとか補佐とか含めてサイト出演なので大丈夫ですよ、ご安心ください。で今日で9回目だからね、私たち同じ日暮らし仲間ですけど、私は、まあ、てっぺいも好きだよ、てっぺいも好きだし、でもリカちゃんが好き、リカちゃんが可愛い。まあ今回の卒はかなりリカちゃんね、ちょっと腹黒な一面もありますけどどっちかというとね、さとこにこう感情移入するようなシーンが多いけれどもやっぱり私は GO のオープニングを、まあ、2クールやらせてもらい、まあ2クール分のリカちゃんの、まあ、苦労っていうのを見てきたので、やっぱりそっちに、いやリカちゃん大丈夫かなって思うことの方が卒でも多いかな。で私はゲームとか、まあ、前の日暮らしとかのいろんなシリーズも見ているので、どの世界線にいてもやっぱりリカちゃんは割とこう常識的な、うん、心を持っているシーンが多いかなって、うん、共感できることも多くて、私はフルでリカちゃんが一番の推しです。ということでリリース中のニューシングルをここでお聴きください。放送中のテレビアニメ日暮らしの泣く頃に卒、エンディングテーマ鈴木好美でミッシングプロミス。いやー、好美のねこの透き通る歌声、そしてちょっと切ないね、あのストリングスの音、声色っていうのもまた新しい好美を見ることができて、このマニアとしてすごく嬉しいです。ロックな好美も好きだけど、こういうしっとり好美も大好き。鈴木好美ちゃんがリリース中のニューシングル「ミッシングプロミス」を聴いてもらいました。朝霞アニメティックナイト。